皆さんこんにちは、ラバーダックです。今回のストームワークスビルド&レスキュー解説動画はですね、この車の横のこの部分にドアを取り付けたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。まず部品のご紹介ですね。今回使用するパーツは4つだけということで、上から徐々に下がっていきます。最初メカニックスですね。この中からですね、これコンパクトロボットピボットというのを選択します。でこれをここに持ってくると、でですね、注意しないといけないのが、隣にコンパクト速度ピボットがありますが、これとは全く違う機能なので、こっちのコンパクトロボットピボットを選択してください。はい、次ですね、次はここトグルボタン、毎度おなじみですね、こちらを用意してください。はい、では下に行きます。はい、下に行って次ロジックの中から、少し複雑ですがここですね、数値スイッチボックス、こちらを選択してください。はい、あとですね、少し左側に行って定数というのがあるので、こちらも入れます。はい、今回使用するパーツはこれだけです。はい、ということで、普段ならここからクラフトに入っていくんですが、今回はですね、先に、スイッチボックスと、あとコンパクトロボットピボットの説明をしておきたいと思います。今回はですね、少し複雑なこの数値スイッチの回路についてご説明していきたいと思います。この回路にはですね、2つの数値入力子と1つの出力子がついていて、おまけにオンオフの入力子もついています。で、どのように作用するかというとですね、まあ簡単に言えば、オンオフのスイッチが切り替わることによって出力される値が変わってくるというような説明が正しいのかなと思います。まあ、具体的に説明すると、上の方に1、下の方に2と番号を振りました。で、数値スイッチがオフの信号、つまり何の信号も受け付けていないときは、下の方の2の信号がそのまま、数値出力子から出力される状態になります。逆に言うとオンになるとですね、次上の1の方の信号を、出力してくれるという状態になるので、このオンオフのスイッチの切り替えによって、出す出力する信号が変わってくるという感じになっていきます。続いてコンパクトロボットピボットの説明をしたいんですけれども、こちらはですね、1からマイナス1までの、範囲の数値を受信して、上の部分がくるくると回る部品になっています。くるくる回るといってもですね、永遠に回り続けるわけではなくて、数値に対してある決まった角度に傾いていくっていうのが、まあ正しい表現なのかなと思います。はい、では作っていきましょう。まずドアを切り取ります。6つぐらいですね。本来は奥側も両方ともやるんですが、今回は説明の便宜上片方だけにしておきます。で、ここはドアの部分、そしてこのコンパクトロボットピボットを取り付けるためにここも切り取ります。そしてここにこれを取り付けるという感じですね。そして、ドアをまた取り付けていきましょうという感じなんですが、今これロボットピボットの上の部分だけ灰色ですよね。で、ここにカーソル近づけると逆に、車の本体が灰色に変わりましたね。これどういうことかというと、まあ、ピボットなんでくるくる回ってましたよね。なのでこの上の部分と下の部分は独立してますよ、関係がなく動きますよっていうことを表すためにこんな色が使われています。なのでドアというのはロボットピボットの上の部分と連動して動く必要がありますから、この車が灰色になっている状態で、ロボットピボットの上の部分が、白くなっている状態で、ここにブロックをつけていきます。これ気をつけないと、ドアを取り付けたのにこのロボットピボットだけが回ってドアが開かないなんていうことになるので気をつけてください。さあ、こんな感じにしました。そうすると、こちら側がドアになったということです。
では次に、このトグルボタンつけていきます。で、トグルボタンは、まあ、こう、正面につけてもいいですけれども、実はですね、トグルボタン自体、ワンブロックぐらいなら逆側から押しても反応してくれるので、見た目重視の方はこんな感じで隠してもいいのかなと思います。まあ、今回は説明上、表側にしておきましょうか。こんな感じつけました。はい。では、回路の方取り付けていきましょう。ちょっとスペース的に本来ここ下削っておいてもいいんですが見えなくなってしまうので今回は便宜上この屋根の上に置きたいと思います。まず数値スイッチですね。そして定数回路を2つ置きます。この定数回路は何かというとですね、この選択からの設定で、様々な値を入力することによって、まあ、皆さんの好きな、数字の信号を送り続けることができるという感じになっています。はい。でですね、今回ドアを開け閉めしたいのでこのピボットが反応する1からマイナス1までの範囲を、この定数として入力しておいて、そしてスイッチを押すたんびにその値を出す値を変えるというのが、今回のことですが、ドア開ける際ちょっと見ていただきたいんですけれども、手前に開くようにしたいですよね。手前に開くにはですね、この矢印見ていただくとわかるんですが中抜きされていますね。この中抜きされていて、先一歩マイナスとついているのはマイナス1の状態の時に、ドアがこちら側に動きますよということなので、電源をオン、トグルボタンをオンにした時にマイナス1の信号が出るようにしたい。そして、初期状態は0なのでボタンをこれトグルボタンを押さない、つまりオフの状態の時は0の信号を出したいということですから、上にはマイナス1、下には1と入力すればいいわけです。で、今は先に設定してしまいましょうか。なので上のオンの時の信号はマイナス1で、こちらは0という形にします。で、これで回路は完成です。はい、では次に配線に向かいたいと思います。はい、いつも通りですね。今回押して順番にやっていきましょう。はい、トグルボタンからまずこちらの数値スイッチに向かいます。そして、こちら側定数回路、先ほど設定した、ものをそれぞれつないでいきます。オンとオフの状態という感じですね。そしてこの定数回路をの出力をピボットの方に向けていきます。はい、これでこんな感じで完成ですね。あと電気に関しては、トグルボタンとピボット、この2つをどこかの電源につなげば OK といった感じでしょうか。はい、ということで今回は完成しました。では実際にスポーンさせましょうか。よいしょ。ではボタンを押してみます。はい、ボタンを押すと開きました。そしてボタンをまた押し直すと、はい、閉じます。よくできてませんか。はい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 、はい、で今わかると思いますが、これ一つぐらいの厚みであればこちら後ろ側からも開けることができると、そういうことなので、まあ皆さん見た目重視の方はこちら側を外に向けた方が綺麗なのかなと思います。こんな感じですね。はい、ということで今回は単純ですが非常に重要なドアの開け閉め機構を作ってきました。これでかなりクラフトの幅広がったんじゃないでしょうか。ラバーラックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。